演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら、チャンネル登録よろしくお願いします。こちら、業務スーパーで買った3種類の冷凍ピザを食べたいと思います。こちらとこちらがカルコのカルツオーネで、中央のこちらがトーストピザですね。これだけちょっと異質ですね。あー、どれも美味しそうだな。でも熱そう。はい、今回はオーブントーストで、はい、オーブンで焼いております。というわけで、どれもいい焦げ目がついてますね。これだけちょっと薄いですけど、でも、おーっと、熱そうだ。ちょっと中身見せたいんですけど、このままこれちょっと割れそうにないので、もうこのままいきますね。ではいただきます。チーズっていう割にはこれはどっちかっていうとあっちの方が強いな。ちょっと思ってたのと違うな。いや、こちらのトースターピザいただきますね。これは上に具材が載ってますので、もう皆さん見えてますよね。しっかり焦げ目がついて美味しそうです。まあ、もちろん焼かないとできませんが、ではいただきます。さっきよりもこっちの方が強いな。こっちの方がいいかもしれない。あ、進めていくとあれも出てきたな。これはいいね。はい、ラストはもう一つのカルツオーネ。それぞれが何なのかは最後にお伝えしますね。熱々熱々。ではいただきます。3つの中で一番バランスがいいかもしれないですね、これ。サクサクとした食感とこの味、たまりません。最初に食べたカルツオーネ4種のチーズは、4種のチーズと混ざってるんですが、どちらかというとトマトソースの方、酸味の方が強かったですね。なんかトマトピザとして考えると美味しいのですが、チーズのピザとして考えるとちょっとチーズが負けてしまっている感があって、物足りなさがあったのが残念でした。外側の生地はカリカリしていて美味しかったのですが、ちょっとその点がマイナスかなということで、こちらの点数とさせていただきます。続きまして、こちらのトースターピザ、こちらはむしろこちらの方がチーズの旨味を感じることができましたね。やっぱり中に包んであって焦げ目がないのが、表面にあって焦げ目があるのかの違いもあるとは思います。こちらの方がチーズ好きの方にはおすすめです。で、食べ進めていくと、玉ねぎのあの焼いた時に独特な甘さも感じられて、ちょっと生っぽい部分もあって美味しかったです。まあ、生っぽい部分がいいのかどうかは分かりませんが、で、しっかり焼くと本当に香ばしいので、焼いて食べることをおすすめしますね。というわけで、こちらの点数とさせていただきます。そして最後に食べたこのカルツオーネ地中海風は、最初食べた時はちょっとバジルの風味が強くて好みが分かれるかなと思ったんですけど、それで食べ進めていくと、だんだんトマトソース、チーズ、パプリカのバランスが良い味になっていきましたね。最終的にトマトの酸味はちょっと強いなと思ったんですけど、そこにバジルが入ってくるので、トマトソース一色になるというわけではなかったんです。なので、バジルが好きな方にはおすすめですね。なので、こちらもこちらの点数とさせていただきました。業務スーパーの冷凍ピザ3食当然美味しかったです。一つずつのサイズなので、一人でちょっと食べたい時なんかにもいいですかもしれませんね。それでは、夏の恋叶うものかな、海山を。海でも山でも恋は実る時もあれば実らない時もありますよね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞閉演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。